はい、議長。2番竹松豊和君。はい。会派清流の竹松豊和です。通告に従い、一問一答形式で質問をさせていただきます。まずは自治体 DX の進捗状況についてお尋ねします。総務省における自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画が令和2年12月に発表されてから、多くの自治体が DX 推進計画に取り組み、小矢部市においても4月よりデジタル推進化ができました。9月に向けて、小矢部市デジタル化推進計画案の策定に向けて取り組んでおられますが、どのように進んでいるのか、また組織も本部長を市長とし、推進本部、専門委員会、プロジェクトチーム、そして情報推進リーダーとありますが、それらの体制は現在どのように進んでいるのか、合わせてお聞かせください。企画政策部長、渋谷純一君。本市のデジタル化の推進にあたりましては、市長を本部長とする小矢部市デジタル化推進本部が統括し、各所属庁で構成する専門委員会で具体的な検討を行うとともに、各担当課で構成するプロジェクトチームで、専門委員会から付にされた事項の調査、研究等を行うこととしております。また、情報推進リーダーを各課に配置しておりまして、これまでは情報技術の核となる職員としての役割を担っておりましたが、今後は各課における庁内 DX の推進や、所管事業に係るデジタル技術の活用の検討等、新たな役割も担うこととしており、デジタル化推進のキーパーソンとして期待しているところであります。昨年度、行政のデジタル化と社会のデジタル化の実現を目標とする、小矢部市デジタル化推進方針を定めたところでありますが、デジタル技術の活用による行政サービスの向上と、官民が共同して各種事業に取り組むための基本的方針を示すとともに、各施策を計画的に実施することで、着実に本市のデジタル化を推進するため、本年度中に仮称、小矢部市デジタル化推進計画を策定することとしております。経過期間でありますが、総務省が公表した自治体 DX 推進計画と合わせまして、令和7年度までの4年間とする予定でありまして、第7次小矢部市総合計画及び第2期小矢部ルネサンス総合戦略の経過期間と異なりますが、本計画は令和7年度で終了するものではなく、令和8年度以降もその内容を見直して継続していく予定としております。また、急速な進歩が見込まれる DX でありますので、その情勢を常に注視しまして、経過期間中においても計画の見直しを行っていく必要があると考えているところであります。2番、竹松豊和君。はい。自治体 DX の推進には、やはり新しい発想であったり、また外部の人間や職務経験者など、技術的なところも含めて、個々のレベルアップ、意識改革などが必要だと思います。先日、総務産業建設常任委員会で、お隣の金沢市へ自治体 DX の取り組みについて視察してきましたが、もちろん規模、職員数など、同じようなことはできないとは思いますが、一番感じたのは、人材の育成で、デジタル人材の育成でありました。誰一人取り残さない戦略都市金沢を基本理念に、高める、つなげる、広げるをキーワードに、職員の質向上による仕事の生産性を高め、市民生活の向上に努めるとあり、デジタル化の第一歩は、職員の質向上を位置づけしています。デジタル行政推進リーダー研修を中心に、一般向けとして全職員2000人を対象とした研修もしておられ、小矢部市としては、職員の意識改革と資質向上、技術力の向上も含めた研修体制、
また外部講師を呼ぶことも含めたものはどのように進められるのかお聞かせください。企画政策部長渋谷純一君。研修体制等についてでありますが、自治体 DX を推進していくには全庁的に取り組むことはもちろん、全職員が自分ごととして取り組んでいくことが重要であるため、まずは今月3日に開催しました市デジタル化推進本部の専門委員会およびプロジェクトチーム合同会議において、外部講師による自治体 DX に関する研修を行い、委員の意識改革を図ったところであります。今後は人事担当課とも連携を図りまして、全職員を対象とする職員研修等の実施についても検討していきます。またデジタル人材の育成についてでありますが、金沢市とは行政規模は確かに違いますが、デジタル化推進の中心となるリーダーを育成し、デジタル技術の活用を全庁的に広めていく重要性、このことは共通しておりまして、本市においては情報推進リーダーがその役目を果たすものと考えております。今後は先進自治体における研修も参考にしながら、計画的な研修が実施できるよう、情報推進リーダーの資質の向上および技術力の向上を図っていきたいと考えております。2番竹松豊和君。はい。さまざまな観点から、デジタル化というのは、進めていただきたいと思いますけれど、ちょっと話はずれますけれど、他の自治体の例で、大きく報道された、入金ミスによる、問題の中で、いまだにフロッピーディスクを使っての、やり取りが行われていたという報道もありましたけど、少し、驚いてしまいました。入金ミスというのは今回の、それが原因ではありませんでしたが、それ以外にも人的なミスでさまざまな行政による問題が各地で起きています。それらをなくすような仕組みをデジタル化によって作り出すことができないか、また富山県では、メール等での、個人情報の流出も続いており、それらが起きないようにすることも、必要であります。個人情報保護法改正による、適正な取り扱いの強化と、職員一人一人の資質向上、進化するサイバーリスクへのセキュリティ対策も重要であります。システムの精度はもちろんのこと、システムがどれだけ進化していても、使いこなせないといけないですし、改めて人材育成の必要性と、体制づくりを一番に進めていただきたいと感じています。その中で先ほどからも、渋谷部長のにも何度も出てきましたように、情報推進リーダーっていうのが、推薦ということでありますけれど、年齢、役職に関係なく、置かれることであろうと思いますが、非常に期待もしたいところでありますし、各課の推進に、進めていただきたいと思っています。それでデジタル化の推進と合わせて、コンプライアンスの徹底、仕組みの見直しについても、進めていただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。企画政策部長渋谷純一君。議員ご指摘のとおり、他の自治体においては個人情報の流出等さまざまな問題が報告されております。これはシステムの欠陥によるところもあると思いますが、職員一人一人の個人情報に対する認識の低さが招いた結果とも考えられるところであります。本市では各職員が、これはセキュリティの指針であります、親別情報セキュリティポリシーを遵守し、個人情報に対する取り扱いを認識した上で、業務に取り組んでいるところでありますが、急速に進展するデジタル化に伴い、個人情報等の取り扱いについても変化してきており、その流れに合わせ、市情報セキュリティポリシーの見直しをはじめ、職員一人一人の資質向上、スキル向上が不可欠と考えております。今後、オンライン申請等、デジタル化を進めていくことで、住民サービスの利便性が向上していく一方、取り扱う個人情報に対する安全性や信頼性の確保が必要となりまして、デジタル化によるリスクへの対処がより一層重要になります。つきましては、市情報セキュリティポリシーを早期に改定し、セキュリティ対策基準の見直しを図るとともに、職員向けの定期的なセキュリティ研修を行うなど、職員の資質向上に努めまして、各課の情報推進リーダーが中心となった意識改革と、
セキュリティリスクに対する体制強化に取り組んでいくことで、着実にデジタル化を進めていきたいと考えております。2番竹松豊和君。はい、今ほど答弁ありましたように、しっかりと同時に合わせて進めていただきたいなと思っております。それでは市民サービスとして、オンライン申請の拡充や、住民票などの、コンビニ交付など、今年度中に多くのものがスタートします。市民の利便性の向上はもちろんのことですが、住民票の交付などのサービスぐらいは、今後コンビニで行うことが当たり前になるような取り組みをすることにより、結果、窓口業務が減り、他の業務や人材配置など大きな効果を目指すべきだと考えております。自治体によっては、コンビニ交付の手数料を窓口より50円から100円程度安くして、コンビニ交付率を上げて、成果を上げているところもあります。コンビニ交付の手数料はどうされるのか、また市役所窓口においても、現金もできるだけ取り扱えないようなキャッシュレス決済システムの導入も念頭に考えていただきたいと思っておりますが、窓口業務の効率化、また市民にもできるだけ手間をかけずに待たせないような窓口がどうできるのか、先行事例が多くあるかと思いますが、それらについてはどのように考えているのかお聞かせください。企画政策部長、渋谷淳一君。オンライン申請の拡充や各種証明書のコンビニ交付の導入に伴いまして、市役所窓口への来庁者が減少することが見込まれ、窓口への人員配置の見直しによる行政運営の効率化が期待されていることから、市役所窓口以外での交付率向上を図るため、コンビニ交付の先行自治体においては、各証明書の発行手数料について、通常の発行手数料より低い額としている事例が見られます。また、窓口での手数料等の支払いにおいても、利用者の利便性向上や、釣り銭領収書の授受の時間削減などの効率化の観点から、キャッシュレス決済システム等を導入する自治体も増えております。しかしながら、コンビニ交付においては、証明書1通あたり委託手数料として117円をコンビニ事業者等へ支払い、またキャッシュレス決済システムにおいても、一定率を手数料として支払う必要があることから、手数料収入の減少が見込まれ、本市の財政運営に影響を及ぼすことも考えられます。このことから、コンビニ交付にかかる各証明書の発行手数料の設定や、キャッシュレス決済システム等の導入につきましては、これはサマーレビュー等を通じて、本市における手数料全体の見直しの議論の中で検討していきたいと思っております。2番竹松豊和君。はい、もちろん手数料等の収入というのは減るのはもちろんなんですけど、それ以上の効果をぜひ狙っていくということも戦略的には大事かなと思いますので、そういった観点からもしっかりと議論をしていただきたいなというふうに思っております。それでオンライン手続きも含めて、コンビニ交付などは、本人確認ツールとして、今後マストになる、マイナンバーカードの普及に対してでありますけれど、今回の最大2万円分のマイナポイントが付与されます。これを逃すと、今後普及率を飛躍的に伸ばす手立てがなくなるのではないかと思いますが、まだまだ普及率は 50% に到達していない状況だと思いますが、国が掲げる今年の末のほぼ全員にマイナンバーカードが普及するということには、非常に程遠いのかなというふうに思っております。それでは市民に対しては、コンビニ交付も含めた電子申請ができることによるメリット、時間と手間もかからず、さらに簡単で費用も安価であれば、普及が進むかと思います。改めて普及促進の PR はどう進められるのか、年度末までの目標も含めてお聞かせください。民政部長、野沢博一君。本市ではマイナンバーカードの普及を図るため、令和3年度において農業祭などのイベントに出向して申請サポートを実施したり、
マイナンバーカードの新規申請者に対して3000円分の商品券を配布する事業などを行ってまいりました。こうした事業の効果もあり、本年5月末現在、本市の申請率は 50.9%、交付率は 44.8% となり、交付率は全国平均を若干上回る状況となっております。本年度はさらなる普及促進を目指し、より身近な場所で申請することができる機会を提供するため、土曜日、日曜日および祝日を中心に、商業施設などにおいて実施する出張申請サポートや、申請を希望する市内の企業や町内会等の団体を対象に、希望の場所で行う出張申請受付を実施することとしております。なお、出張申請サポートについては、7月下旬から、出張申請受付の募集については、7月中旬から行う予定としております。さらに、マイナンバーカードを取得するメリットを理解していただくことが重要であることから、本人確認書類として利用できるだけではなく、健康保険証としての使用、行政手続きのオンライン化、新型コロナワクチンの接種証明書の取得、さらには現在整備を進めております各種証明書のコンビニ交付などのために、マイナンバーカードが利用できるといった利点を十分に認知していただけるよう、広報やべや市ケーブルテレビ、SNS 等を活用して、広く市民へ広報していく予定としております。こうしたことから、本市の令和4年度末までのマイナンバーカード交付率の目標につきましては、最終的には国が掲げる目標と同様に、全市民にマイナンバーカードを行き渡らせることを目指すところではありますが、まずは約3分の2に相当する 65% の申請を目指し、交付率につきましては 60% を目指してまいりたいと考えております。2番、竹松豊和君。はい、60%、65% だと、ほぼ全員には本当に遠いなというふうに感じますけれど、これはもちろん小矢部氏だけの問題ではなくて、国の政策の遅れであったりとか、国へのやはり個人情報の流出、対する不信感というのもあって、なかなか伸びてないというのは、事情ですけれど、ぜひ、PR 等も含めて推進はしていただきたいというふうに思っています。それでデジタル化の推進には、市民サービスの充実というのはもちろんでありますけれど、RPA、ロボティックプロセスオートメーションによる、作業を自動化、入力、そして AI、OCR の文字認識の積極導入による業務効率を図り、今後の市の業務の多忙化解消と、単純業務はデジタル化し、積極的に進めていくべきだと思っております。それらについては、推進計画ではどのように考えておられるのか、その点が非常にゆっくりしているなというふうに感じていますが、また市単独での開発っていうのは多大な費用がかかることから、他の自治体との共同利用型自治体クラウドシステムでの展開も含めて、今後積極的に進めていく必要もあるかと思いますが、お聞かせいただきたいと思います。はい、企画政策部長、渋谷淳一君。RPA、AI、OCR の導入につきましては、議員ご指摘のとおり、業務の効率化を図るためには、積極的に進めていく必要があると考えております。現在、各部局における業務の課題等について把握に努めているところであり、導入につきましては、業務の確実性や携わる職員の利便性、費用対効果を総合的に勘案し、今後策定する仮称小矢部市デジタル化推進計画において位置づけた上で、
計画的に進めてまいりたいと考えております。また RPA 等のデジタル技術の導入にあたっては、先ほども答弁しましたとおり、個人情報に対します安全性や信頼性の確保が、これは何よりも重要であることから、着実に展開していきたいと考えておりまして、このことが結果としては早期の導入につながるものと考えております。 RPA については、現在本市が加入している富山県市町村共同利用型自治体クラウドサービスにてすでに一部利用していますが、低コストであることから、今後こうした自治体クラウドサービスの中で積極的に導入の拡大を検討していきたいと考えております。また AIOCR の導入については、これは機器の整備等多大な費用を要することから、これは慎重に検討していきたいと考えているところであります。2番竹松豊和君。はい、デジタル化についてでありますけれど、今後間違いなく必要であり、人口減少を見据え、業務効率を上げるには、職員さんからの声を聞き行う改善 DX と、外部環境に対する戦略的 DX と、バランスよく進めていただき、親父にとってどのように進めればいいかということも含め、他の自治体の例も参考にしながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。小矢部市では現在出生数が150人を切っている状況で、少子化問題の深刻さが増しております。テスラ CEO のイーロン・マスク氏が、出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ消滅するだろうとツイッターで発信し、大きな話題となり、少子化が日本にとって最も深刻な問題の一つであることを改めて感じたところであります。その少子化問題はもちろんでありますが、子どもたちの教育環境、社会環境を少しでも良くしていくことが我々の使命だと改めて感じております。先日、富山県 PTA の理事会において、昨年の県に要望した回答として、富山県教育委員会より令和4年度富山県教育委員会重点施策の説明がありました。令和4年度から令和8年度まで第3期富山県教育振興基本計画を策定し、新たに掲げた3つの横断的な取り組みとして、課題解決型の教育、 ICT 教育の推進、チーム富山教育の実現を挙げております。真の幸せ、ウェルビーイングの向上を目指し、SDGs に掲げられた質の高い教育を目指し、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現していくとあります。その中の新規事業で、令和の富山型教育推進事業があり、市町村支援として課題解決型の教育の展開、プロジェクト学習、PBL、プロジェクトベースドラーニングという意味だそうですけれど、の推進があります。ゲストティーチャーの活用等の推進、実践研究の推進としていますが、小矢部市ではどのような内容で進められるのか、展開を含めてお聞かせください。教育長、茅本武史君。令和の富山型教育推進事業についてでございますが、令和の時代に求められている教育理念の具現化と学習指導要領の確実な実施に資するよう、児童生徒の資質・能力の育成のための実践研究を推進し、それを市のホームページでの公開や学校訪問研修を通して、県内の各小中学校にその成果の普及を図ることを目的にしまして、富山県が各市町村に委託して実施するものでございます。本市におきましては、市の教育センターが中心となって事業を展開しておりまして、今年度は市内実践研究の中心となる推進校としまして、津沢小学校、大谷中学校、
神田中学校の3校を選定し、実践研究の内容として掲げました複数のテーマの中から1つを選択して、実践的な調査、研究を行っているというところでございます。それぞれの推進校のテーマにつきましては、津田小学校が情報読解力や再構築力の育成と効果的な関わらせ方、大谷中学校が問題解決的な学習、神田中学校が基礎的読解力、読み解く力ということでございますが、その育成としています。各推進校においては外部講師を招いた校内研修会や指導助言を通じて、それぞれテーマに基づいた教員の指導力向上を図るとともに、年間を通して授業における実践と研究の成果を蓄積し、広く公開していきます。また毎年2月に開催しております市学校教育研究大会において、それぞれ推進校における1年間の実践研究をまとめ、それを報告し、市内各校にその成果の普及を図っていくということにしております。2番竹松豊和君。はい、今ほどの内容で、やはりあの情報であったりとか問題解決というところで、まあ、あのただ3校と、まあ、実践研究ということでありますけれど、やはりあの今後各学校すべてにおいて、まあ、あの進めていただきたいという内容であるかなと思いますし、外部講師の話を子どもたち聞くことによって、さまざまな感じ方もありますので、ぜひあのそういった研究をしっかりと進めて、今後に生かしていただきたいなというふうには思っております。それではあの少子化問題における、まあ、もう一つ、部分として、県の施策説明の中に、あの地域部活動実践研究として、あの中学校の部活動問題というのがありますけれど、まあ、令和4年度、小矢部市も県で受託されています。その内容についてお聞かせください。教育長、茅本武史君。部活動の地域移行に関しまして、国の動きといたしましては、今月6日に公立中学校の運動部活動改革を検討するスポーツ庁の有識者会議が、休日の運動部活動の地域移行を令和7年度までに実現すべきだとする提言を国に提出したところであります。また文化部の部活動についても本年7月までに同様の提言がされる予定であります。本市においては富山県の委託を受けまして、本年9月から休日部活動の地域移行のモデル事業を実施する予定としています。4月から各中学校、各競技団体などと協議を重ね、4部活動および1文化部を、失礼しました、4運動部、それと1文化部をモデル事業の対象部活動として選定したところでございます。今後は各中学校と受け皿となる各競技団体などと、さらに協議を重ね、対象部活動の生徒、それから保護者の方への具体的な事業内容やスケジュールなどを説明いたしまして、理解を得た上で、まず9月からモデル事業を開始し、他の部活動を含めた本格的な地域移行への準備を進めてまいります。2番竹松豊和君。あのまあ地域部活動、まあ地域移行ということで、まあ学校の先生の働き方改革という部分がありますけど、やはりあのそれ以上にあの子どもたちのスポーツの選択肢が減ることや、まあ競技力の低下、衰退というものが非常に心配されるところであります。実はあのスポーツ少年団においても、あのさまざまな動きがあり、子どもたちを選択できるスポーツの存続に向けて取り組んでいますが、小矢部市を代表する
ホッケーでは、まあ、全国大会は、合同チームへで、まあ、人気もある野球に関しても、まあ、ここ 2,3 年で急激に、な団員数の減少により、まあ、現在4チームありますけれど、まあ、あの合同チームというものを作らないといけないという議論をしなくてはいけないというふうに感じております。あの部活動スポーツ少年団は、まあ、少子化の影響が大きく、まあ、早急な対策が必要であります。地域部活動の役割は、まあ、スポーツ少年団との連携、また地域指導員の育成と確保、基本的には、まあ、あの地域指導員の方々というのは、まあ、他で仕事をしながら、まあ、休日に指導に当たるわけで、費用等の問題であったり、まあ、安全面、管理面での責任も問われます。まあ、先日スポーツ庁へ、地域移行に関して、財政支援を提言という報道もありましたけれど、まあ、統廃合の問題も先送りになっている以上、改めて、大きな課題として、地域団体やスポーツ団体と取り組んでいただきたいと思っております。教育委員会では第4次、親指障害スポーツプランも作成されたところでありますが、それらの子どもたちの地域スポーツの在り方の見解を含めてお聞かせください。教育委員会事務局長中村秀夫君。はい、本市のスポーツ少年団加入率は平成25年度629人、令和3年度が412人で217人の減、34% の減です。中学校の運動部の部活動加入者数は平成25年度606人、令和3年度は437人、169人の減で 27.9% の減でございます、というような減少傾向となっております。スポーツ少年団の活動については、少子化に伴いこれまでは単独で活動してきたスポーツ少年団がチームとして存続することが難しくなってきている団体が増え、少年団の統合などが、必要になってきておるというところも認識しております。また中学校部活動ではやりたい、競技がない、教員の負担軽減に図っていく、負担軽減を図っていく必要があるといった課題があり、このほどスポーツ庁の有識者会議から運動部活動の地域移行が提言されました。本市では、本年3月に第4次障害スポーツプランを策定し、障害スポーツ社会の実現のために健やかな子どもの育成とスポーツを楽しむことができる環境づくり、スポーツを支える組織の充実と人材の育成などを基本目標としております。具体的には、児童生徒がいろいろな種目の競技を体験することが自分自身の特性の発見や運動能力の向上につながることから、多種目の競技を選択して経験できるようなスポーツ少年団や中学校部活の設定も検討していきたいと考えています。そのためにも、公益財団法人親部市体育協会や加盟する各競技団体、NPO 法人親部スポーツクラブなどと協議しながら、おのおのの団体の活動拡充やスポーツ指導者の育成強化などに一層支援を行い、地域で中学校部活動を運営する受け皿として協力していただけるよう、スポーツ環境の整備に取り組んでいきたいと考えております。2番竹松豊和君。はい、少子化だけではないですけど、子どもたちの多様化を認める中で、減少しているというのも現状でありますし、いろんなスポーツが、やはり2つ3つスポーツ少年団入って、今週はホッケー、来週は野球とかって、そんなことも昔自分たちが小学生の時は野球をやってる人もホッケーをやってたりとかいうこともあったんで、そういったことをどんどんやっていけばっていうふうにもちょっと感じました。それはちょっと違うことですけれど、
5月っていうのが、まあ、多くの学校で、まあ、運動会が、まあ、土日に開催されております。そういった中、振り替え休日が、まあ、月曜日となり、まあ、休みとなっております。実は月曜日の振り休っていうのは、まあ、親御さんが仕事の方も多くて、子どもたちだけで、まあ、休日を過ごす場合が多いのですが、子どもたちが数人で、図書館へ行ったところ、まあ、閉館日であり、がっかりされたという話を何人かから聞きました。親節の、図書館の曜日別の利用状況、また県内の図書館では、まあ、定休日もそれぞれ違うかと思いますし、まあ、富山市さんは、まあ、月に一度の定休日で、立山町は定休日がないっていう自治体もあります。県内の図書館の休日の状況も合わせてお聞かせください。教育委員会事務局長、中村英雄君。はい。現在、市民図書館については、火曜日から金曜日まで、および同日祝日を開館日としております。月曜日を、休館日としております。また、祝日が月曜日の場合は、翌日を休館日としております。富山県内においては、富山市立図書館は第1水曜日のみ、立山町立、図書館は 定期休館日を設けておりませんが、その他の図書館については週1回は休館日を設けているところです。高岡市福岡総合文化センター内の福岡図書館、南砺市の文化創造センター内の福野図書館は、火曜日のセンターの休館日に合わせて火曜日を休館日としておりますが、富山県立図書館をはじめ、月曜日を休館日としている図書館が県内においては最も多い状況でございます。また、令和3年度の本市市民図書館の曜日別の利用状況ですが、平日は1日平均360人、土曜日と日曜日は1日平均453人、なお祝日の月曜日開館しておりますが、354人という状況になっております。2番、竹松豊和君。はい、そこで親節の図書館というのは、イスリン駅に、まあ、併設されていることから、まあ、にぎわいも含めて創出する、というところだと思いますけれど、やはり定休日ということになると、非常に寂しくなってしまいます。まあ、ローテーションを組めるような体制を作り、まあ、定休日をなくす、または定休日を減らすことは、可能なのかお聞かせください。教育委員会事務局長、中村英雄君。はい、現在、市民図書館については、平日午前9時半から午後7時まで、土日祝日は午前9時半から午後5時まで開館しております。師匠を含め、職員15人体制で運営しており、平日は10人程度で早番と遅番のローテーションを組み、土日祝日は6人体制での勤務となっております。当図書館は2階建てで、カウンターが1階と2階にあり、それぞれのカウンターでの図書の貸し出しや問い合わせなどに対応するため、人員を配置しています。その際、窓口が混雑し、利用者を待たせることがないよう、職員を確保し、市民サービスの向上のために配慮しています。最近は図書の貸し出し数も増えており、図書の返却や消毒等の作業に時間を要するとともに、小学生、子ども園などの招待事業や各種講座なども多く行っており、15人の職員が精力的に働いている状況です。こうしたことから、現状の職員体制の下では、今以上休館日を減らすことは困難であると考えております。2番、竹松豊和君。はい、まあ、今の人数ではもちろん、ね、困難というのはよく分かっておりますけれど、まあ、なかなか、ね、財源の確保の関係もあるので、簡単なわけにはいかないというのは分かりますけれど、少し戻りますけれど、月曜日に関して、まあ、年間で言いますと、小中学校の運動会、学習発表会、
また学習参観というのは土日に開催され、小中学校で考えると、同じ土日にやらないので年間で約10日ほど振り替え休日になるかと思います。また中学校では納部定として、月曜日を休みとしているところも多く、部活動がないときは早く学校を終えることから、月曜日に関しては中学生の図書館も利用しやすくなるのではないかというふうに考えております。月曜日の定休日を、他の曜日への変更というのは検討できないのか、旧図書館は、総合会館の休館日の月曜日に合わせて、定休日にされており、その流れのまま定休日が月曜日になったのではないかと思われていますが、月曜日を定休日とする理由があるのか、定着している定休日を簡単に変えるのは容易ではないと思いますが、ぜひ調査研究をして検討をしていただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。教育委員会事務局長、中村英夫君。はい。旧総合会館は、おっしゃる通り月曜日が、休館日であり、また近隣の図書館の多くが、月曜日休館日であったことから、旧市民図書館もそれに合わせまして、月曜日を休館としたところです。現在の図書館の建設にあたりまして、図書館の運営について、図書館の来館者、小学生、中学生、いずれに高校生に平成30年度にアンケートを行いましたところ、休館日について月曜日のままがいいとお答えになられた方が 75.8% と最も多い結果となっています。また現図書館建設にあたって、平成26年10月に提出された小部市民図書館整備計画検討委員会からの報告書では、月曜日は小中学校の振り替え休日になることが多いが、年間10日以内であり、他市町村でも月曜日を休館日としているところが多いことを踏まえ、見直しは必要ないと考えるとされたところであります。このことから、現図書館開館後もこれまで通り、月曜日を休館日として運営を行っております。またそれぞれの曜日は長年各種講座にご参加いただいている方も多く、休館日を別の曜日にすることは多くの方の意見を聞いた上で調整する必要があるかと考えます。曜日別の利用者数でもお答えいたしましたが、土日の平均来館者数453人に対して、休日の月曜日は354人と少なく、市民にとっても月曜日が休館日であるということが定着していると考えられます。休館日の変更については、近隣図書館との情報のやり取りや市民の混乱を招かない対策を慎重に検討していくべきであると考えているところでございます。2番竹松豊和君。はい。今の話ではきっと、検討はしないという答弁かと思いますけれど、この今聞くと平成30年 75% という数字でありますけれど、これ平成30年はまだ開館する前の数字であるかと思いますし、実際に繰り返し休日になると子どもたちだけで過ごす機会が非常に多くて、結局もう自宅にいるしかないような状況で、もちろん部活動もスポーツ場も親御さんも休みなので、そういったところで行くと子どもたちって行くところがないなというふうにはつくづく思っているところでありますけれど、もちろん図書館というのはもちろん子どもたちだけのものではないですし、市民全員のものなので、あれなんですけれど、せめてもう一度アンケートも含めて検討はできないのか、お聞かせいただきたいと思います。教育委員会事務局長、中村英夫君。はい。今ほどアンケートを含めて検討できないかというところのご提案がございましたので、やる方向で検討していきたいと思っております。2番竹松豊和君。
はい、ありがとうございます。やはりちょっとね、何もせずに本当に今の子どもたち本当にうちで悶々としてコロナもあってなかなか活動的にできないので、ぜひ検討していただきたいなと思っております。図書館というのはやはり市民すべての方が誰でも利用でき、情報知識を得る場でもありますので、さまざまな要望が時間延長も含めてあるかと思いますけれど、ぜひ市民全員が使いやすいような形で利便性が高まるようなもので検討していただきたいなというふうに思っております。はい、それでは次の質問に移ります。ふるさと納税についてでありますけれど、さまざまなツールを使い、各自治体が取り組んでいます。親部市でもネットを使ったものを、力を入れて今やっているかと思いますけれど、やはり成果が頭打ちになっているような気もしております。そこで、ふるさと納税の、実際に、現地に来られた方がその場で納税できないかという仕組みを、実はある企業が開発されたものがありまして、それがふるさと納税自販機というものがあります。実は最近注目もされて増えてきていることでありますけれど、1号機が2020年神奈川県湯河原市に設置されております。そういった新たな取り組みとしての市の見解をお聞かせいただきたいと思います。企画政策部長渋谷純一君。ふるさと納税制度は生まれ育ったふるさとに貢献できる制度、あるいは自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度として平成20年に創設されて以来14年が経過しており、今ではすっかり国民の間で定着しております。本市につきましても他の自治体と同様、インターネットのふるさと納税ポータルサイトを活用し広く呼びかけを行ってきた結果、全国各地の方々にも少しずつ知られるようになり、出身者や縁故者以外の方々からのふるさと納税も増えてきました。ふるさと納税につきましては、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられるふるさと納税ワンストップ特例制度が浸透し、利用者の利便性が向上してきておりますし、ふるさと納税の市場規模は今後さらに伸びるとも言われておりますので、本市といたしましては議員ご提案の新たな取り組みの導入につきましても、これは積極的に検討していきたいと考えております。2番竹松豊和君。はい、それで実はふるさと納税自販機についてでありますけれど、直接これを開発された企業さんに問い合わせしたところ、社長自らいろいろ対応してもらい、お話を聞くことができました。首都圏の観光地を中心に増えてきているんですけれど、実際に大きな成果を上げているのがゴルフ場だそうです。もともと高級ゴルフ場が成功というのは当初あったみたいですけれど、比較的安価なゴルフ場でも実績を上げられており、7ヶ月間で2000万円の寄付を集めて、多い日には1日100万円の納税額があったということであります。そしてまた今年3月には御殿場のアウトレットにも設置されています。現在は10の自治体でということでありますけれど、問い合わせも非常に多くて、夏までにも全国でかなり設置が増えるということでありますけれど、事例としてはゴルフ場、アウトレット、そしてサービスエリアで道の駅っていう事例があるそうです。まさに今言ったものはすべて親部市にあります。そういったところで、ふるさと納税自体は実は年々認知度も高まってはきているんですけれど、実際の利用者っていうのは550万人で、納税義務者が5900万人いることを考えると、利用率っていうのは 10% 未満であります。それらの掘り起こしも含めて、親部市に来られた方っていうのは何らかの興味を持っているということにもなりますし、ふるさと納税の、インターネットサイトでの比較だけでは、多くの自治体の中から親部市を選んでもらうっていうのは、容易でないことは間違いないかというふうに思っております。そういった観点から、も含めて、
先進事例も含めて可能性を調査していただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。企画政策部長渋谷純一君。ご質問のふるさと納税自販機は、訪れた土地に対してふるさと納税がその場でできる共感納税スタイルという触れ込みで紹介されているふるさと納税の新たな仕組みであります。これまでふるさと納税の返礼品といえば地域の特産品などものが主流でありましたが、近年は地元での体験や共感が得られることに力を入れている自治体も増えてきているということであろうかと思います。本市といたしましても、ふるさと納税自販機をはじめとしたふるさと納税の新たな仕組みについて専門業者から話を聞くほか、先進事例も調査するなどして、これは重要な点でありますが、費用対効果、これを含めて導入の可能性を検討していきたいと考えております。2番竹松豊和君。はい、確かに今言われるように、このふるさと納税自販機というのもそれなりの金額がシステム開発という形で、かなりの費用がかかるのも事実であります。ただ短期間で、ね、こういった事例もあるということなので、ぜひお呼びしても、どういったことができるかということは、相談には乗ってもらえるかと思いますので、ぜひ研究調査をしていただきたいというふうには思っております。はい、それでは、最後の質問に移りたいと思います。吉永智恵御前に、関連しての、話でありますけれど、NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人で、4月の放映では、吉永智恵御前の出演、そして大河終了後に流れる、紀行で羽生五穀八幡宮、栗から峠が取り上げられたことから、全国各地から大河ファンの方や、今回の放映で吉永を知り、魅了された方が来られ、特にゴールデンウィークでは今までにないくらい多くの方が参拝訪問されたそうであります。で、今年になってからは、週刊誌でも取り上げられ、大きな反響があったところなんですけれど、最近ではこのように北陸新幹線の座席に置かれている、JR 西日本の西ナビの6月号に、栗から峠、羽生五穀八幡宮が大きく取り上げられ、で、まんまるっていう雑誌でも同様に今月ですね、来月の部分として、取り上げられたところであります。そういったことを考えると、まだまだ、この流れは、続くかなというふうには感じておりますけれど、そこでちょっと気になるのが、交通網に関して、県道286号線が、地滑り工事のため、車両等が一部制限され、特に国道8号線からは、津幡町からしか入れない状況であり、交通に一部支障をいたしております。そして羽生五穀八幡宮と栗からをつなぐ、最短のルート、源平ラインも、木が生い茂っており、中型バスも簡単に通れない状況であります。ただその木のほとんどが名所になっている八重桜ということで、悩ましいところでありますけれど、市の、見解をお聞かせください。産業建設部長笹本克也君。栗から古戦場への道路交通に対するご質問であります。大河ドラマ鎌倉殿の13人の放送により、木曽義仲巴御前への関心が高まり、県内外から多くの観光客が栗から古戦場を訪れていただいております。議員ご指摘のとおり、国道8号安楽寺交差点から栗から古戦場への通行につきましては、現在交差点付近の土砂崩れ、地滑りによる復旧工事が行われておりますことから、通行車両が一部制限されております。また源平ラインにつきましては、道路の幅員が狭くカーブが多い上に、道路沿いには八重桜が植樹され、枝が道路に張り出していることから、中型バスでの通行は困難な状況となっております。
現時点では観光資源である八重桜を伐採することは考えておらず、また近年はトレッキングやサイクリングで栗から古戦場を訪れる方も増えていることから、接触事故を避ける意味でも、中型、大型バスの通行については、津幡町から天田峠を経由しての通行を推奨してまいりたいと考えております。2番、竹松豊和君。はい。八重桜ということは重々承知だったんですけれど、やはり来られる方っていうのは羽生五八幡宮と栗からがセットになっているということで、非常に大きく遠回りをしていかないという車で来られた方とかバス等でも、特にバス観光バスとかですかね、そういった部分に関してはちょっと気にもなっていたところなんですけれど、その辺に関してはちょっとね、今後の地滑りの工事の含め、早急な対応も含めて、ちょっと見ていかなければいけないかなというふうには感じております。そこで鎌倉殿の13人に関してですけれど、上り旗っていうのも今年の3月から設置されて、栗から峠であったりとか、羽生八幡宮等には設置はされていますけれど、伊豆駅であったりとか、例えば高速道路から来る源平ラインへの道等に関しては、どうしても看板等が立ってなくて、現地に来て初めてその上り旗が見れるということであります。やはりせっかくの機会ですので、期間限定ではあるかと思いますけれど、放送されている12月までは、イスルギ駅や例えば高速道路から降りての源平ラインの入り口や、羽生八幡宮へつながる道への設置も、ぜひしていただきたいなというふうに思っております。やはり玄関に着いてから入り口でやはりそういった、旗が立っていると、前後のファンも気持ちも高揚しますし、改めて、鎌倉殿の13人 の PR も含めて、誘導、親部社はこういったところだということを認識してもらえるのではないかと思いますが、見解をお聞かせください。産業建設部長笹本克也君。大河ドラマ鎌倉殿の13人において木曽義仲巴御前が登場するタイミングで、本市の義仲巴御前ゆかりの地に来訪者を歓迎するための上り旗を設置いたしました。上り旗は30本用意し、羽生五穀八幡宮や栗から古戦場など義仲巴御前にゆかりの場所に設置をしておりますが、誘導案内的な意味合いでの設置は行っておりません。議員ご指摘のとおり、鎌倉殿の13人が放送されている本年は、義仲巴御前の魅力を情報発信する絶好の機会であることから、本市が義仲巴御前にゆかりの地であることを来訪者にアピールする意味で、上り旗の設置については、効果的な PR を考慮した上で再検討を行いたいというふうに思っております。行い、また本市の玄関口である伊豆駅などにも設置することで積極的に活用していきたいというふうに考えております。2番、竹松豊和君。はい。今回、吉高巴御前を主役とした、大河ドラマというのは実現には至らなかったわけでありますけれど、吉高巴御前の認知、魅力は十分伝わり、さまざまなメディア、情報誌でも使われました。この機会をしっかりと捉え、吉高巴御前の最大の功績の、この地を PR し、親部市の魅力アップにつなげていただきたいと思います。それでは以上、質問を終わります。ありがとうございました。